皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。お、自己紹介か。顔が怖いってば。徹夜したもんな。オープニング入りました。スキップとローファーの2話ですね。ちょっとね、2話まで間空いちゃってごめんなさい。なんか見返した、見たんですけど、結構なんかさ、島くん緩いよね。みつみちゃんのキャラも面白いんだけど、なんか負けないくらい結構島くんもほわーっとしてて。こんなホワホワイケメンなんだ、みたいなね。なんかずっと気になってるんだけどさ、なおちゃんってさ、女性？なんかそこ突っ込んでいいのかわかんなくて。なんかサイガさんがね、まあ声優でやられてるから、まあどっちもあり得るよなと思って、なんかお父さんの、兄弟ですみたいなこと言ってたよね。兄弟ですって言い方がすごい気になって。なんかちょっと見た目もね、若干なんか体もごついかなみたいな感じがして。まあどっちでもいいんですけど。ちょっとだけ気になりました。見返しててね。オープニング終わりました。目が怖いのよ。まあそうね、最初の印象は大事よね。あ、やっぱり。テイク2。なんかちょっとやっぱ匂わせるシーンあったね。目が決まってんのよな。あ、そういう形なんだね。なんか最近石川県多いよね。それジョークなの？ああ、滑っちゃったかな、これ。盛大に。部下ね。あ、みんなのプロフィールも配られるんだ。里之助。ちょっと犬っぽいよね。わかるわかる。毛の色言うな。
まさかそんな風に見られてると思わないだろうな。あー。やりそうだなと思ったけど。女子たちが。ああ。いい感じじゃあるまいなって。ああ、この子ね。まあ、島くんを釣りたいだけなんだろうけど。わあ。ほんと美人だね。なんだ？なんかそれはなんか忠告なのか、牽制なのか。見てるね。ゆずきさん見てたな。どこら辺が聞きたくなかった？女子にモテるとか？カラオケ行ったことないんだ。ちゃんとフォローしてくれる？あからさまに態度。いきなりだとさ、あれってなるよ。入れ方わかる？でもいたことないんだったらみんなの前で歌ったりとかあんまりしたことないってこと？そうだね。ちょっと心配してくれたというか。気になってたもんね、ゆずきさんね。まあ、みんな仲良しだったろうしね。いろんな子がいるからな。都会だと余計にこなおちゃん？あ、違う。あ、友達か。なんかそこに友達の声聞いたら泣いちゃうね。なんか、ふみちゃんの声安心するな。
ちょっと、大丈夫？虚勢張ってない？バレてる。さすが親友。なんか繋がってんのかな？見えないところで。そっか。心配かけるって思っちゃうよね。なんかいつの間にか仲良くなってんだね。わかんなかったんだな。でもこれ長い時間をかけてね、友達になったからよね。なんか、そっか。裏を読みたくなるっていうか、読まなきゃいけないのかなって思っちゃうよね。もうそう考えるとね、ストレスになっちゃうからな。何歌うの？歌うまっ！いや別にそれ心得って、まあまあ、知らなくても乗ってくれる人はいるからな。でもあはははは、笑ってくれた。あ、でも知ってる曲なのかな。そっか、なるほどね。ちゃんと心得に沿った曲だったわけね。せっかくね、地元から離れてきたんだからね、そういう友達欲しいよね。ゆずきさん？あら、下の名前呼び。なんか逆に、美人さんだからさ、出さんなくこう付き合ってくれる子の方がいいんじゃない？下手げになんかね、下心あって近づいてくれる子よりも。結構見てるんだね。ふわーっとしてるようで。さとちゃん、ワンコと同じ感覚で言っちゃった。犬。もうワンコ系男子だよな。わしゃわしゃすんの？
だいぶ距離が。え？そわそわうろうろかな。 B パートですね。あ、真似してきたの？あ、こっちはこっちでね。まあ、いろいろあったしな。まあ、首席だしな。ダンス部。さとちゃんね。ああ。怖い怖い。ああ、偏差値高い学校だからな。みんな考えてんのね、そういうのも。ん？なおちゃん来た？うん。軽率って、やりたいことやればいいんじゃない？あら。違った。誰？違う違う。演劇部。ハイヒールに、なんか絆創膏いっぱいつけてたけど、足。趣深い。言葉を考えてたろ、今。裏番長？なるほどね。存在感があるってことかな。なんか、キャラが濃いな。どこかで会った。中学ん時とか？まあ、そういう性格だからな。結局どうすんだろうね、部活。まあ、中学からやってたことみたいな人もいるもんね。なんか、その部活に入りたくてその高校入るとかもあるもんね。下手したらね。演劇見に来たんだ。ああ、なるほど。そういうこと。同じこと言っちゃった。だから慣れないヒール履いて、あれかな？絆創膏貼ったのかな？
見に来てたんだ。なんか昔演劇やってた？なんかあったっぽいよね。なんか思い出してんのかな。でもちょっとなんか、つかみどころのない感じもあるよね。そうだね。ちょっとミステリアスというか。かなでくん？やっぱり子役だった。子役だったんだね。さっきの名前は多分芸名かな？ なんかあるなぁと思ったんだよなぁ。なるほどね。確かに、向いてそう。あれ、小顔にするためのやつだっけ？あ、エンディング入りました。なんか、なおちゃんの話とかもそのうち出てきそうだね。いや、キャラ多いな。生徒がね、今回だけでもさ、ゆずきさんとか、木の本さんとか、金松先輩？結構キャラ増えそうだよね。そっかそっか。島くんは、子役だったんや。あ、なんかさ、三つ編みの、メガネの女の子？黒髪の。あの子まだ出てきてないね。次あたり出てくるかな？あれかな？生徒会に入ったら出てくんのかな？なんか生徒会にいそうな、ちょっと真面目な感じの女の子だよね。見た目がね。どうなんだろう。東京の学校ってさ、しかも今の高校生って、やっぱりなんかスクールカースト的なのあるのかな？終わったかな？はい。スキップとローファーの2話ですね。終わりました。いや、だいぶキャラが増えましたね。一気にね。名前がちゃんとわかっているキャラだけでも、江頭さん、村重柚月さん、兼近先輩、木の本さん？結構出てきましたね。だいぶキャラ増えたけど、兼近さんとかすごい、先輩ね、キャラ濃そうですね。この学校ってどうなんだろうね。スクールカーストとかあるのかな？まあ、アメリカの学校ほどさ、日本の高校ってそんな、はっきりとしたものってないかもしれないけど、なんか一軍女子とかね、ちょっとおしゃれ系な、モテ女子みたいな、一軍女子みたいなのがいてね、そこにちょっとパシリするような子たちがいてみたいな、
なんかそういうのね、階級というかね、なんかそういうのが実はあったりするみたいな、よくドラマとかで見ますけど、今の高校生ってどうなんでしょうね。そういうのでおしゃれ女子とかモテ女子からみつみちゃんがなんかいじめられたりしないかなとかちょっと心配だったんですけど、今のところはまあ島くんがねちょっとかばってくれたりとかフォローしてくれたりもしてるから、まあ大丈夫そうといえば大丈夫そうなんだけど、ミカちゃんがちょっとね怪しいなって思うけど、仲良くなれますかね彼女ともね。なんかゆずきさんもあれですよね、なんかお友達になれそうな感じですよね。結構美人さんでしたね。なんか見てて思ったのは、多分ゆずきさんとかしまくんみたいな人たちってこうなんか打算なく付き合える友達が欲しいというか、なんか下心を持って近づいてくる子が多いから、下手げにこう下手げに美人だったりイケメンだったりするとなんかちょっとお近づきになりたいみたいな感じで近づいてくる子が多いから、そういう子じゃなくてみつみちゃんみたいな、そういうの取っ払ってね関係なくお友達になってくれる子がいいみたいな、そういうのもあるのかなって思ったりとか、どうなんだろうね。ちょっと気にかけてくれてたりはしましたよね、ゆずきちゃんがね。そこのお友達関係もどうなるのかも楽しみですね、今後ね。いやーなんかふみちゃんは癒しですね。なんかこの2話の最初の方で女の子関係のちょっとギスギスした感じとか出てくるかなって思ってて、大丈夫かなって思ってたけど、そのところにさ、まあ主人公もちょっとね大丈夫かなみたいな感じでちょっと弱気になってたところに、ちょうどいいタイミングで親友からの電話がかかってきてっていうので、しかもねちょっと弱気になってるでしょうみたいな感じでね見抜かれてましたよね。さすが親友ですよね。なんかそういう時にね親友のねそういう言葉を聞くとね、なんか来ますよね。いやさすがやなと思って、なんかふみちゃんはすごい癒しですね、ほんとね。ふみちゃんを見てるとなんか安心しますね。なんか裏表なくてあったかいなんか太陽みたいな感じで。でもなんかちょっとその二人のね出会った頃の話とかもちょっとあってよかったですね。まあ最初からね仲良かったわけじゃなかったけど、いつの間にか友達になってたよねみたいな感じでしたよね。まあそこはねなんか長い年月をかけてお友達になったって感じでしたよね。まあ地元のね幼馴染ってそういういいところもありますよね。そして島くんの過去ね、なんかあるんだろうなぁと思ったんですけど、まあ、演劇部の先輩が関わってきたことでってことだったので、なんかやっぱりそっち関係なのかなと思ったけど、なんか子役だったっぽいですよね。君あの子だろみたいな感じで言われてましたよね。そこが今後みつみちゃんが知ったりするのかなとか、そこら辺も気になりますね。周りにバレてしまった時にどういう反応になるのかなとか。なんか島くんって普段がすごいホワホワしてるから、ちょっと凄んだ時というか、あのね兼近先輩に詰め寄った時もそうでしたけど、あの感じでホワホワの状態で笑顔で詰められるとなんかギャップで怖いというかね、逆に怖いですね。怒らせたら怖いかもしれないですね彼ね、なんてこともちょっと思ったりもしましたね。なんかその素の状態をさ、みつみちゃんに見せる時が来るのかとか、そういうのも楽しみですね。心の内とかね、弱い部分とか彼女に見せることになるのかなとかね、そういう展開があったら面白いですね。どういう展開がありますかね。あとなおちゃんの話もね、なんかちょっとオープニングでちょろっと話したことがいきなりその学校行くときにね、あの人男の人とか言われてて、多分その時にごまかしたわけではないだろうけど、みつみちゃんが手引っ張ってっていう
のがあったので、多分みつみちゃんは知ってるんでしょうね、事情をね。でもなんかそのなおちゃん関係の話とかも今後出てくるんでしょうかね。あと次回生徒会に入るかもしれないと。なんかあのオープニングに出てくる、エンディングかな、三つ編みでメガネの女の子、生徒会で出てくるんでしょうかね。今のところ出てきてないですよね。まあそこでもお友達ができたらいいですよね。どんな風になっていくか、また次回も楽しみですね。ということで、スキップとローファーにはご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。